皆さんこんにちはフォーサイト宅地建物取引士合格講座今回はですね平成二十七年宅地建物取引士試験のですね回答速報動画を始めていこうと思いますえ、私担当いたしますフォーサイト専任講師の久保田義之と申しますよろしくお願いいたしますさあ皆さん宅建試験終わりましたいかがでしたか もう40点以上取ってもう余裕だという方もいらっしゃるだろうしもしくはボーダーですねいろんな学校でボーダーラインを見てハラハラドキドキの方いらっしゃると思います。さらにはですねちょっと思うように力が出せなかったなとまた来年リベンジしようという方ですね、まあ、いろんなパターンの方がいらっしゃると思いますがもう試験は終わりましたただですねどのような方でも次のステップへ進むことは大事になります。 ですからその次のステップに進むためにですねこの動画を一つのですね助けにしていただければというふうに思いますので私もしっかりですねこの解説動画やっていきますので皆さんもしっかりと聞くようにしておいてくださいまずは全体の公表から紹介をしていきますまず最初なんですが全体的な難易度からお話しますと全体的な難易度は例年通りから 場合によってはですねやや難しいという印象がありましたで、これなんですが要するに最初のですね権利関係から解くとかなりの難問が出ましたのでそこから解いていくと法令上の制限もその他の法令もさらには宅検業法もずるずると引きずって難しいと感じだと思います反対にいいですね宅検業法から解いたり法令上の制限から解くと まあ、例年通りだなと印象があったと思いますので、まあこの辺は個人差があると思いますが、まあ、私の印象としてはまあ、例年通りかなという印象を持ちました。2つ目です。過去に出題された問題をミスなく、そして必ず得点しなければならないのが特徴でした。いいですねえ。宅検試験に限らず、やはり過去問題というのはめちゃくちゃ大事です。で、今回も。 いかに過去問で得た知識演習力を本番の試験でいかに出せたかこれがポイントになったと思いますです,、ね、ですから、まあ、最後にも言いますけれども過去問演習は今年に限らず来年以降もきっとです、ね、必須の大事な材料になると思います。3つ目です法法が難しかった分法令上の制限と その他の法令の得点が合否を分ける。これ以外に大きな特徴だと思います。いいですね。いつもは宅建業法がまあ、稼ぎ頭なんですね。めちゃめちゃここで得点できるんですが、今年の試験に限っては宅建業法難しかった。当然権利関係は難しかったですよ。宅建業法が難しかった分、それ以外の法令上の制限であるとか。その他の法令が得点源にしないと、ちょっと合格は厳しかったなと。 いうふうに思いますはいそれでは以上で本試験の全体の公表は終わりにいたしますはいでは最初の科目の宅検業法から振り返っていこうと思いますまず最初なんですが出題数については例年通りです50問中20問で何の変更もありませんでしたでですね出題内容の分析なんですが最近ですねよく出ます 個数問問題題と組み合わせの問題具体的に言いますと個数問題が今年は8問でしたそして組み合わせ問題ですね報酬計算の問題で1問合計の9問だったんですね。にですね全20問の宅建業法で9個が個数問題そして組み合わせ問題これはですねめちゃめちゃ難しかったと思います。 だいぶですね混乱した人が多いと思いますがただですねこれもよくですね私講義で言ってるんですけれども個数問題組み合わせ問題というのは実は卓一式の試験よりも一つ一つの選択肢は実は優しくなってますですからパッと見は難しく感じるかもしれないんですね実際に一つ一つの選択肢の正誤ですね正しい間違っているを判断しないと正解にたどり着けません ただ優しい問題になってますので実際には得点しやすい科目になるということをですねここでちょっと覚えておいてください。次です業務に対する規制からの出題が目立ちました業務に対する規制何かというと具体的には媒介契約の問題35条書面ですね重要事項の問題さらには37条書面の場合そしてハッシュ規制ですね ここからの出題が目立ちました。おそらくいいですね。予想になりますけれども、今年の試験から宅地建物取引士と試行になったわけです。この試行に対する期待からですね、より実務的な業務に対する規制の内容が出題が多くなったのではないかというふうに思っています。ただ実際にはじゃあ実務の経験がないとまずいのかとそういうわけではありません。あくまでもた 試験業法のベースあるいは過去問ベースの知識があれば有に正解できる問題になってますのでその辺はあの慌てるですね必要はありませんしっかりと過去問そしてテキストさえ読んでいけば解ける問題が多いというのが特徴になってましたただ一つですね面白い問題がありましたね、えー、問いの41番であったと思いますが会話の問題がありましたですねただあの会話の問題も しっかり読めばお客さんにとって親切な立場で道徳的な心を持って解けばすぐにその1点はゲットできたと思いますのでもしかしたらああいったです、ね、新傾向の問題出るかもしれません来年以降も出るかもしれませんが落ち着いて問題を読むこのことを心がけるようにしておいてください。以上で「宅建業法」についての振り返りを終わります。 はいでは続いてその他の法令を振り返っていこうと思いますまず出題数ですが例年通り50問中8問で変動ありませんでしたで特徴なんですが分析見ていただくと基礎的な問題が多くて得点しなければならない問題ばかりでしたですからこれ先ほどのですね法令上の制限でも言った通りこのその他の法令も 問問中やはりり取れてなないいと合格がが厳しいそんな感じがあります実際女性の方なんですが「私8問中8問ゲットできました」「久保田先生ありがとう」っては書いてなかったですけれども8問中8問取れたという方もいらっしゃいましたのでやはりこのその他の法令今年は鍵になったと思います。そしてもう一つのポイントが問48ですね。 毎年であれば稼ぎ頭1点必ず取れるこの統計の問題が今年はちょっと難しかったかなと取れないことはないんですよ取れなないいことはないんですが本試験ですと独特な緊張感がありますのでもしかしたら難しいと感じたという方がいらっしゃるかというふうに思います。いいですね、でこののの部分なんですがその他の法令ですすがそ他けれども問 ですね、第46問から第50問までの5問ありますが登録講習という講習ありますよね、えー、5問免除です実際にはその5問免除がなくてもおそらく4点を取れたと思いますまだ印象があると思いますが都市と建物めちゃくちゃ簡単でしたよねですから5問免除のです、ね、アドバンテージあまりなかったかもしれませんが、まあ、もしです、ね、5問免除の権利がある方は ぜひですねこの登録講習も受けるようにしておいてくださいはいでは最後の科目の権利関係を振り返っていいこうと思いますえ出題数ですけれども権利関係も同様に例年通りでした50問中14問で、まあ、得点目標は7から8点ぐらいあれば十分かなというふうに思います なぜかというと、分析ご覧ください。難問が目立ちました。いいですね。もう第1問の、まこれはです、ね、お決まりの民法の条文に規定されているものはどれかという問題がありましたよね。で、ただですね、マイナーテーマーがあったんですね。ご覧ください。使用対まああまりですね、この内容を深く掘り下げた教材ないと思います。あとは占有、まあ、具体的には占有素権で,でしたが、 ここからというですねマイナーテーマーからの出題がありましたいいですね毎年本来であれば皆さん思い出してください代理ですね代理であるとか不法行為これらのテーマはもう出なかった年がないくらいでしたねいいですねこの代理と不法行為ですですね出ない年がないくらいでしたが。 これらの出題がなく代わりにこの変わったです、ね、使用貸借とか戦有というテーマが出た結果難しいと感じた方が多いと思います。あと特徴があったのは借地・借家法ですね。本来であれば借地から1問借家から1問これが定番だったんですがなぜか今年は借地が切られました。借家から2問とということで ただ内容的にはさほど難しくありませんでしたその他ですね区分所有法も取れる問題でしたえ不動産登記法も捨てていい問題でした細かいテーマで言うとそうですね定等権も2問ありましたがおそらく得点できた方少ないと思いますいかにですね例えば時効の問題ありましたもしくは第2問では意思表示のですね通貌虚偽表示の問題がありましたってね。こういった 取れる問題でいかに正解できるかというのがポイントになったと思いますですから実質取れるのは14問中7から8点いいですねフォーサイトでご受講の方思い出してください権利関係は捨てなさいと割り切った学習をしてくださいと散々私言ってましたよねこれが今年の試験の特徴だったと思います権利関係ではそれほど得点できませんでした代わりにですね 宅検業法そして法令上の制限その他の法令がですね合否を分ける分岐点分け目だったというふうに思います以上で権利関係の振り返りを終わりますはいではここからは試験後の過ごし方についてお話ししていこうと思います、えー、私もですねリラックスして話していきますので皆さんもリラックスして聞いてくださいまず最初です頑張りましたよね皆さん 頑張ってない人なんていないと思います。頑張った頭と体を休ませてあげてください。いたわってあげてください。いいですね。まあ人からいたわってもらうのもいいですが、いたわってもらう人がいない方は自分でいたわるということになります。そしてまあいろいろです。パターンがあります。とにかくですね、ボーっとする人もいるだろうし、今まで我慢していたゲームですね、えー、モンスターなんとかとか。 えパズなんとかとかいろいろありますけれどもそういったですねゲームやっちゃってくださいいいですよ存分にやってくださいもしくはですね取りだめしておいたドラマちょっと最近のドラマ思い浮かびませんがドラマをですね存分に見る OK です要するに今までですね我慢していたことを好きなことをして過ごしてくださいいいですね まあこの動画をですねご覧になっているという方は、まあ、中にはですね本試験の回答であったり自分の得点ボーダーライン気になるとは思いますがもうですね答えは変えることできませんもう知るのは神様だけですよねだったら思い切ってですね遊んじゃってください好きなことをして過ごした方が私は一番だというふうに思いますはいでは具体的にですね皆さんが回答速報をご覧になって で得点出たと思います自己採点の結果そのですね採点の結果ごとのですねこれからの過ごし方についてお話をしていこうと思いますまず40点以上もう楽勝だというパターンですねこういった方はぜひ次のステップへ進んでくださいなぜかというと皆さんは勉強する習慣癖がついたと思いますだったらその習慣活かしましょうよ その例として不動産の資格の最高峰として不動産鑑定士というものを目指すのも一つの手だと思いますさらには関連資格ですね不動産の関連資格としてマンション管理士管理業務主任者という資格がありますこれらを目指すのも手なんですねなぜかというとこれらの2つの資格はここからちょうど1年後です マンション管理士ですと11月の下旬管理業務主任者は12月の上旬に行われますのでここから1年たっぷり時間ありますよねあとですね今まで勉強した内容がいきます民法であったり区分所有法であったりあと法令上の制限の内容がいきますのでですね、ぜひこの勉強する習慣癖を生かすためにマンション管理士 ダブル資格ですねさらには管理業務資格まで目指したトリプルの資格があるといいいとと思いますあとはですねちょっと変わりますが権利関係民法で学んだ知識を生かして上級資格の行政書士であったり FP ですねファイナンシャルプランナーにチャレンジするのもおすすめということになります。という、ね、まとめて言いますともう余裕だと自己採点の結果余裕だという方は是非次のステップそれも上の段階ですよ。 前に進むだけじゃなくさらに上の段階をぜひ目指すようにしておいてくださいはいでは続いて合格ラインのボーダーギリギリだという方どうやって過ごすかですねお話をしていこうと思いますまずですね大事なのが静かに待つのが一番なんですなぜかというと正解とかですね合格ライン気になるのはよくわかります 受験生だったら当たり前です当たり前なんですがもう正解が何であれもう試験終わってますから自分のですね合否といううのはもう変わりませんそしてですねいずれの場合にもですね分かるわけです。12月になったら本試験の合格発表がありますのでそれになれば時期が来れば分かるわけですね。であればですね それを待つのが一番だというふうに思いますもしですね正解を気にかけるぐらいであれば今年の反省点を紙に書き出してください人間の記憶って自分でもびっくりするぐらいどんどん忘れていきますであれば難しいこと書く必要ありませんダラダラと長い文章を書く必要ありませんから過剰書きで結構です今回はテキストを読むことしかしなかったとか 問題演習が足らなかったとか権利関係民法ばかりに時間かけていたというように過剰書きで構いませんから反省点を書いておいてくださいそしてですね十二月の合格発表の時に結果を受けてから次のことを考えましょうよいいですねですから今やるのはハラハラドキドキわかりますがあちこちの掲示板見るのもまあいいでしょうただそれをやるぐらいならとりあえずは今年の反省点を書いて 静かに気持ちを落ち着けて結果を待つ。これが一番だと私は思います。はい、最後なんですけれども自己採点の結果どうもですね思うような結果が出なかったという方はですね、じゃあどうやって過ごすのかお話ししていこうと思います。来年に再チャレンジしてください。そのためには今年の試験の反省をいえですね繰り返しますが。 反省を簡単でいいので箇条書きでいいので書くようにとどめておいてくださいそして今すぐです明日じゃないですよ今すぐ行動してくださいどんな行動か例えば来年必ず合格するんだということでいろんな勉強方法手段ありますよね例えばフォーサイトのような通信講座であったり通学講座もありますよね さらには独学いろんな方法がありますけれども自分がどのような手段で勉強すべきかを早く決めて行動するこれが大事なポイントになりますそしてですね、まあ、ことわざみたいになりますけれども準備に遅すぎることはあっても早すぎることはありませんですから今すぐ走り出してくださいということになります はい以上でですね宅検回答速報動画終わりになりますが皆さんいかがでしたでしょうか最後にですね私から一つメッセージを送らせてくださいたかが資格されど資格ですただ資格というのはですね一つ財産になりますさらにはですね武器になると私は考えていますその武器を持ってどうしようしのか私は皆さんに人生を 変えてほしいんですね資格という武器を持って人生を変えてほしいこれが私の願いでもあります実際フォーサイトでも受講されて本試験無事に合格されて人生が変わったというお声たくさんいただきますですから皆さんもそのうちの一人になってほしいんですねそのために私はもちろんフォーサイトは 全力で皆さんをサポートします一緒に頑張りましょう